もイケリネです。皆さん、大掃除とかって準備始めたりしますか？今日冷蔵庫の整理をしてて、そしたらですね、こいつ、私普段お酒全く飲まないんですけど、今年の8月ぐらいまで実は私の家に同居人でもう一人女の子が住んでいて、その子が置いてったアサヒビールがあるんですけど、賞味期限が見えないわ、賞味期限が2017年の2月ってなってて、誰も飲む予定ないので片付けようかなと思いまして、今日は普段お酒を飲まない人がビールを飲むとどうなるのかという検証の名のもとにこいつを片付けようと思います。でね、おつまみもジャッキーカルパスとスイカ、それとこちらチーズおかき、これもね私好きなんですよ。これ味が濃いので、まあ毎回買うわけじゃないんですけど、たまに食べたくなって買ったりします。なんで今日はこちらをつまみながらアサヒビールを飲もうと思います。ちなみに私アサヒビール一回も飲んだことないです。じゃあ乾杯しますか、とりあえず。あ、であとそうだそうだ、忘れてた、あともうすでに開けちゃってるっていうね、避けるチーズのスモーク味もあります。こうプシューってやるのがいいよね、 CM みたい。おー、いい音した、音はいい音だ。あー、お酒の匂いがする。じゃあ乾杯。あ、すごい炭酸きつい。こんな炭酸きついんだ。あ、辛口ってそういうことか。なんか後味があんまりしないね。まさにクリアな味だ。何から食べようかな。じゃあジャッキーパカルパスからいこうかな。あ、そう、年末年始実家帰らないんですかみたいな質問をよく受けるんですけど、家はそんな遠くなくて、むしろそこそこ近いので、別に年末年始だから帰るという概念が特にないっていうかみんなは結構帰ったりするのかな。カメラがね微妙に高いんで、ちょっと下げてもいいですか。私の動画を自分で見返してると、ここのね空白がものすごい多いの。下が詰まってなかなかこうテロップが入れづらくて、そういう理由があってちょっと下げました。意外と顔赤くなったかなと思ったの。なんかちょっと熱くなってきたのね。だけど言うてもそんな赤くない。最近今更 YouTube の歌にハマって、なんかハマるとさ、音楽って頭にものすごい残るじゃん。だからなんか日々の暮らしがね全部 YouTube の歌になっちゃったの。つまみ食べてる最中も YouTube、 最近お風呂に入ってる時も YouTube、 トイレに入ってる時も YouTube。 定期的に顔チェックするの楽しいかも。でもやっぱりアサヒビール飲むんだったらコーラの方がいいかもしんない。あ、やばい、下半身が寒くなってきた。なんか立ってんの辛くなったから横になっていい？この状態で喋ってもいい？でも画面遠いよね。後でズームしよう。やばい、超くつろいでるていうか眠くなってきたかも。もうダメだ、もう横になりたい。あ、どこいしょ。だって手の色と全然違う。ほら見て、やばくないこれ。気持ち悪いんだけど顔の色が。はあ、そうだ、プレゼント動画はもうみんな見たのかな。今日プレゼント動画の締め切りなので、12月27日23時59分までに応募ちゃんとしてね。なんかあれだね、お酒はやっぱ苦手ですね。普通に自分が缶一杯も飲めないぐらい弱いっていうのもあると思うんだけど、頭がポワポワして、あ、もう何も考えられないみたいな状況なのに、人と話したりとかねするわけじゃないですか、お酒の場って。そんな脳みそ使うことできないよって思っちゃうもん。はい、飲み終わった。初めて缶1個飲んだよ、ビールを。死にそう。これからチーズおかきはもうコーラで食べることにします。というわけで今日の動画はこれで終わりになります。面白かったなと思ってくれたら、ぜひいいねをしてくれると嬉しいです。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それからツイッターもやってるんで、よかったらフォローしてください。それではバイバーイ。